バーバラ・ピアース・ブッシュは第43代、アメリカ合衆国大統領ジョージダ・ブリュー・ブッシュと、その妻、ローラ・ブッシュの長女。暗号名はターコイズ。ジェンナ、ローラ、エルモ・バーバラ・テキサス州ダラスで、妹ジェンナとのに乱世創生児として誕生した。バーバラの名は、祖母のバーバラ・ブッシュから名付けられた。バーバラは、2004年に、イエール大学を卒業し、 人文科学の学士号を取得した。現在、バーバラはニューヨーク近郊のグリニッチビレッジに住み、NPO 法人グローバルヘルスコープスの理事長を務めている。それ以前は、テキサス州やアフリカの学校のボランティア教員を務めた後、スミソニアン協会クーパーヒューイと国立デザイン博物館で働いていた。2018年、脚本家のクレイグコインと結婚した。 バーバラが2004年にイエール大学を卒業した際にはメディアに大規模に報じられた。バーバラは妹と共にいくつかのメディアに出演し、その年の父の大統領選についてのスピーチをした。またバーバラは妹と交互に父の選挙活動に随行し、いくつかの接戦している州を巡った。さらにバーバラは防具氏の7ページものインタビューと写真撮影を受けた。 メディアは、ブッシュの対立候補ジョン・ケリーの娘のアレクサンドラと、バネッサの選挙運動も広範囲に取り上げ、娘たちの戦いとして、人々の関心を煽る要素にした。教皇ベネディクト16世と、左から2番目がバーバラ。バーバラは、2006年に、ローマ教皇ベネディクト16世との越見やリベリアの、エレン・ジョンソン・サーリーフ大統領の就任式への、 出席などの公務をこなす母にたびたび随行した。また、母親のアフリカでの支援活動にも同行していた。2011年には共和党を代表する有力者の娘たちと共に同性婚への支援を表明した。ありがとうございます。